Echo der Marsche, Marche. Treffe Schicksia im Restaurant Panhua. Scharfe Nudeln. Nichts schlägt eine Schüssel scharfer Nudeln am Morgen. そういえば、昨日の話の続きで、マンゴスチンと葉っぱの方はまだだけど、飴玉と日時計についてはある程度分かったんだよね。研究員に1回行っただけで2件も解決できるなんて、漂白者が冴えてるっていうか、レイン様は。漂白者さん、次はどうしますか？マンゴスチンなら、その辺の市場で売ってるんじゃない？見てみようよ。マンゴスチンは今週固有の果物ではないので、漂白者さんは次の手がかりが。昨日からちょっと頭使いすぎじゃない？そろそろかな。おお、いいぞいいぞ。その調子で残像をガンガン粉々。しかも漂白者さんも。でも場外に出るなら私は一緒に行けなくなる。仕事があるからな。はい、そうします。 Neue Funktion freigeschaltet. Events. Nimm an verschiedenen Aktivitäten auf dem Land von Solaris teil, um Belohnung zu verdienen. Ja, ich bin noch in sowas wie im Tutorial wahrscheinlich. Deswegen habe ich das alles noch nicht. Kannst jederzeit zum Trainingscamp gehen und nach Jan dem Ausbilder, um das Resonanzstufe erhöhen. Okay. Ja, wegen Genshin. Jan ist hier, gut. Jomon no Kebi ga ichidan to kibishiku natta mitai desu ne. Mae ni kita toki wa. Echo der Marsch freigeschaltet. Kono saki wa Hokuraku no Hara desu. Tsukou kengen ga nakereba otoushi dekimasen. Doushi san, mou zuibun tatta kara.もうそろそろ諦めてくれないか。これは昨日会った軍人さん。金道は共鳴者、腕にも多少自信がある。故に場外に向かい、一度任されたからには見つけるまでは帰れない。たとえ共鳴者であっても今はお通しできません。場内はさほど変わりないように見える。これも場内を安心させるためだ。それに北楽野原には兵士たちと共に紀元将軍がいます。確かそれとお前のことも報告しておいた。城内で家宝を待っていればいい。巡礼所への説明もしたし、その他諸々の手も尽くした。引き受けた以上どんなことでもやる。それにあなた方の苦労も理解している。だから頻道はあなた方を困らせたくはない。
ここにいて邪魔なのであれば姿を隠して遠くから見張ることも可能だが。戦況は常に変化している。ここで待てば予期軍に会えるわけじゃない。予期軍が帰ってきても探しているその人がいるとも限らない。それに戦場は危険だ。通行権限も簡単に手に入るものじゃない。はい。二人で間違いありませんか？ありがとう。この恩は決して忘れない。Die nehmen wir mit. 軍人さん、これなら問題ない。 Die kommt mit. 最高レベルの権限なら、はい、大丈夫です。というか、軍を率いていてもおかしくないレベルだな、これ。はっ。うふん。それってつまり、あなたは石崩れの高地にある予期の駐屯地で。ヤンヤン殿の言う通り、事前に集めた情報によると、二人に会えてよかった。金堂にお任せあれ。Gehe zur Nachhutbasis. Iko. Iko.なんでこんなところに一般人が。残像町の後方戦場。予期軍東白所属のヤンヤンです。人探し。探しているのは共鳴者じゃなくて一般人なんだよな。いかにも。会ったことはあるか。一応な。あいつは正規の軍人じゃないのになぜか戦闘。それで副派への軍需官に連れてかれた。おそらく前方の副派への駐屯地にいるはず。感謝します。それと、その方向に向かうなら、同僚である東波付近の2つの偵察装置の連絡が途絶えている。状況を。わかりました。偵察装置の座標をデバイスに送信してよ。Jetzt habe ich ihn。Habe ich vorhin auch nicht verstanden, was der Sensor sein soll. Genau. Weiter geht's.私を感じるね。この先が偵察装置。軍人には見えませんね。Räuber。失礼。ここで何をしている？俺たちは何も。ちょうど城内に戻ろうとしてたところだ。すみません、この逃げろ。ファイト。もう無理。許してくれ。もう盗むしか方法がないんだ。
何があった？最近北部の戦況が厳しい。武士でも私らはもう長い間ろくなもんを食ってね。でたまたま通りかかったここに貴重な備品が置いてあるのを見つけたんだ。軍隊は戦争に行ってるし誰に見偵察装置が機能を失えばここに残像潮が発生する可能性が高まります。もし本当にそうなれば前線の戦士たちは敵に囲まれた状態に陥ることになる。知ったこっちゃねえよ。残像長が来る前に死んじまいそうだったんだ。盗みは許されない。返してもらおうか。だが今週城までまだ距離がある。このグオケはあなたたち、あと食べ物も金も少しだが持っていくといい。これだけあれば今週城まで持つだろう。これ全部？ありがとうございます。バリネテ。落ち着け。今から食べるな。常に善を持って人を救う。故に捨てるものなしと師匠が言ってた。気にするな。Doch Bösewichte?なかなか手強い。恩をあだで返すつもりか。この大人数だ。これだけじゃ足りねえよ。貴重品と食べ物全部出しな。その方が身のためだぞ。弱い者いじめには興味がねえ。おとなしくしろ。Was für ein Kinderspiel。待て待て待て、クマさんだ。いいもうやめてくれ。まあ、マジンさん、食べ物も金も渡した。もしかして、まだ他今の動き、加えて立派な一般人だよ。もともと町を出て順位から逃げようと思っていたんだが、まさか途中で食料と金を使い切っちまって、ちょうど駐屯地に誰もいなかったんだ。じゃないとさすなあ。あんたら私らと違って少年まで善人なんだろ。もう少し金を恵んじゃくんねえか。ほら、こ待て。先ほど頻道が渡した物資で今週城まで持ちこたえられるはず。頻道も山を下ったことがあるゆえ、一人が生き残るため今週にたどり着くために必要な最低限の物資量を知っている。おい、なんだよ。もう少しくれてもいいじゃないか。貪欲は苦しみをもたらし、満足は富をもたらす。いや、ジョーちゃん、知らねえだろうけど、今頻道も似たようなものだった。山を下り、かそれでも生活に困り、仕事を求めるのなら、六。ああ、わかった。わかったから、ほら、戻るぞ。頻道はそういうつもりでは。覚えてやがったか。破壊した偵察装置は一つだけですか？そうだ。一つ目をやったらあんたらに見つかった。本当ですか？でもそ知らねえよ。あれはとっくに壊れてたようなもんじゃねえか。わかりました。予期の駐屯地も近いですし。漂白者さん、関心さん。Okay. Testresonator hat die Gruppe verlassen. Reparatur.Vollständige die Entschlüsselung, die du die gleiche Farbe verbindest. Okay. Das war ja mal mehr als einfach. Woher wusste sie, dass so weit entfernt der andere Resonator kaputt ist, oder hat dieses Maschinenchen so ewig weit weg? Ja.
Mac. Ibarra de Fsa. Ibarra de Fsa gareている。どうにか茨を取り除いて信号灯を直さないと。この茨力ずくではちぎれないようだ。周りに何か使えるものはないか。じゃあレパラトゥア。So. Erreiche die Basis der Nachhut. Kanshin-san, heiki desu ka? Hindo ga senjou ni deru no wa hajimete da. Hindo ga senjou ni deru no wa hajimete da. Jounai to no funiki ga mattaku chigau. So. So, weiter geht's mit Wither Wuthering Waves. 今日届いた物資を確認しましたが、足りません。全然足りません。再度城内と連絡を取り、できるだけ早く追加の物資を要請してください。しかし申請はまだ。城内に大至急手続きを進めてもらいましょう。たった1秒の遅れが前線を崩壊させます。あいつらはそんなことにも気づいてないの。はい、リストをお渡しします。いざとなったら直接私と連絡を取るように伝えなさい。ではお願いします。もたもたしない。まだ運び終わってない物資もあるでしょ。どちら様でしょうか。造園の方ですか。ああ、予期軍の方ではないようですね。予期軍の東白所属のヤンヤンです。そしてこちらは。すみません、少々お待ちを。気をつけなさい。この箱に入っているのは全部医薬品よ。もし怪我人が使える薬がなくなったら誰が責任を負うの。丁寧に扱いなさい。東白ならば増援ですよね。ちょうどよかった。すぐまた前線から負傷者たちが帰ってくるので。ちょっと失礼。もしもし。オーバークロックした共鳴者がいる。わかりました。すぐ移動してください。私がお願いです。その手伝っていただきたい。負傷者を世話する人手が足りません。私は今からオーバークロックした共鳴者のところに向かわなきゃいけないので、そちらをお願いしたい。具体的に何をすれば。彼らの安全を確保してほしい。治療はプロに任せて。ありがとう。軍隊というのはこんなに忙しいのだ。物資、医療、天。なるほど、戦場はこんな厳しい場所なのか。大半の方は知る気。それに人々が心配や恐れを抱かず安心して生活。 So, kümmere dich um die verwundeten Soldaten in der Basis der Nachhut. Okay. Straight up. Gehen wir erstmal hier hin. Nicht gut aus. Der Gute ist verletzt. Und der Zweite natürlich auch.
だからこんなのかすり傷だって。落ち着いてください。大したことねえよ。してねえよ。俺の共鳴能力は自分で傷口を癒す。動かないでください。あなたは危険な状態にあります。お願い、この人を押さえつけて。わかった。Okay. てくれてありがとう。ひどい怪我。心配しないでください。全員処置は終わっています。先輩方の話によると、以前の軍隊には今の方がずっとマシで、それに一つ一つの傷はたくさんの敵を倒した証です。予期軍の共鳴者は皆一騎当選の強者。こんなに国を助けたのは主将を再度する予期軍。そう卑下なさらないでください。とにかく今日は手伝って。だいぶ負傷者たちも落ち着いたようですね。一つだけ伺いたい。軍需官はどこにいる？軍需官ならここの上層部で調度品の配給をしているはずです。彼を探しているなら。漂白者さん、どうしましょうか？これは道場でも使われている栄養補助のレシピだ。え？あ、はい、ありがとうございます。Okay. Nimm den Aufzug. Ist immer noch die Mission Echo der Marsch. Marche. Mal wieder einen Turm freischalten, damit die Karte größer wird. Ja. Wird alles schon ein bisschen größer. Quartiermeister? 在庫の確認は、備品リストは、正月。このリストを上層部の亜質のところに届けてくれるか。失礼します。私は予期軍所属、東博の一員。金堂は先に人探しに向かうが、後ほどまた。これはどういうつもりだ？ああ、私としたことが、手榴弾。そうですね。まずこれは昆州城今の水運ルートといえば昆州。それとこのマンゴスチンは賞味期限が短く。Neuer Gegenstand, Mangustane. Frage Xiangxin, wie es für sie gelaufen ist.Die ist auch relativ schnell fertig geworden mit ihrer Aufgabe. Kito Sagashi no Choshi wa dou desu ka? Chien dono o mitsuketa. Kare wa kore kara Fukuha no Bushi Usoutai ni doukou shite Jounai ni modori. Sougou Kyouhakusha dono to Yanyan dono wa Mada yōken ga aru to kiite iru ga Futari ni tasukerareta koto. Shougai. Lebe wohl. Besprich deine Pläne mit Yang Yang. Yang Yang. Kanshin-san nitsuitewa.予想外の出来事でしたね。今回漂白者さん、つまりマンゴスチンを通じて波のように湧き出る残像に、ここはまだ後方ですが、すでに風から殺戮の気配を感じます。緊張。
青龍と共に戦え。Okay, halte deine Position, besiege alle Dissonanzen. Cool. Boah, der ist fast as fuck. Cooler Kampf. Also der Charakter, der macht Spaß. Ist auch der Charakter, der gerade im 5-Star-Banner ist. どうかしましたか?びっくりしました。 突然声をかけても視界が残像のものになって、北楽野原で起きていることが見、青龍を操って軍を率い万軍を凌駕する勢いを持つ。すぐ先の戦場ではその紀元将軍が、偶然とは思えないですよね。導かれた戦場の近くで本当に空間を超えて戦場を感知したようですね。この戦場は北楽野原から伝わっている流れ息が、漂白者さん、今残像と共鳴したのでしょうか。 OK、 漂白者さん、白氏は葉っぱに残像の周波数が残っていると言っていた。最後の印が指している場所はあそこだ。そちらは中部大地吉村の方ですね。Echo der Marsch abgeschlossen。Dann kommt als nächstes Unheilvoller Stern.